みかん出る匂いするね。まだもうちょっとあとね。もうちょっとだけ煮込もう。いい匂いしてるね、牛すじね。でもレオ牛すじ食べたことないから今水に茹でてるだけ。味付ける前のちょっとだけ取って食べてみようね。もうちょっと待ってね。あ、呼んでないのに来た来た。煮込んでてすっごいいい匂いしててんね。食べたい。牛すじを煮込んだのって初めてレオ食べるから、ちょっとだけ食べてみる。くん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 やね。くん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 。じゃあちょっと食べてみようか。どうかな、気に入るかな。はい、食べます。初めてやからね。結構煮込んだから硬くはないと。煮込んだって言っても、はい、茹でただけや。気に入った牛すじしっかり噛んでね。食べます。いい感じ。ちょっとさ、あんまちっちゃいのがなかった。食べる。はい、食べます。これ最後ね、いっぱい食べてお腹壊したらダメ。ちょっと大きめ。はい、ごちそうさま。あ、ごちそうさま。終わりです。これないよもう。すっごい舐めた、すっごい舐めた。終わりです。パパに言っても出てこないよ。あれもないよ。終わり。お願いしますって言ってるの。終わったね。美味しかったね。ごちそうさましようか。美味しかったね。ごちそうさま。